おるかな、おるかな。住の皆さんどうも、今日もね、いろんな生き物をね、網ですくって捕獲をしていこうかなと思います。学校またやるか、やるか、やりますよ。まるまる、あ、その穴の中にさ、はい、結構生き物いると思うんだよ、あそこの穴の。いないんじゃないんだ。おるんだって。いるんですか。おるよ。ザリガニとか甲殻類が俺好きだから、エビとかそういうの取ろうよ。よし。お、いないな。静かにしてよ、逃げるから。喋っちゃダメよ。ちょっと島田さん、ちょっとこの穴の中こう突っ込んで、こっち来て、こうやってガーってやったら、やっぱ絶対おるから。なんかあの穴の中絶対いるって。おるかな、こんな場でも。あそこの穴の中絶対おるよ。おるってガーッとやってよ。ちょっとやってみようか。やってやって。おったなんか跳ねたよ。ちょっと奥の方行こうわ。よっしゃ。あれ、何これ。んカニおる。うわ、おお、これ。うおお、何これ。カニよ。何ガニ。秋山さん、何ガニなのこれ。セロリ、何ガニ。何これ。あ、やっぱ海と繋がっとんだ。痛い。マジで痛い。青かい。マジで痛いから、本当に。ちょっと高橋さん大丈夫ですか。ちょっと血が出てねえか、これ。マジで。おお、結構凶暴なんやな、これ。マジで痛い。ちょっとこれ毒持っとったり。そん中で、そん中で大丈夫。これ毒持ってない。毒はないよ。岩ガニって言うんだよ、これ。あ、岩ガニ。おお、おお、何やっとるのこれ。ちょっともうちょっとおるかもしれんから、やってもうちょっと行こうか。もうちょっとやって。すごいな。ちょ丸どう。いや、ちょっともう穴の中に結構おるでな。もうちょっと奥行こうわ。うん、ちょっと深いとこ行くわ。あ、なんかかなり繋がっとる。嘘。奥から取ってよ。ある。でも なんかちょっと重みがある。どうやって取れて。ああ、うわ、うわ、大量や。めちゃめちゃおるな。カニが、お前だ、この穴カニの隠れ家だぞ。かもしれん、これ。あそこ、ちょっとやべ。これちょっとすごすぎるんやな。おお、ちょっと、こんなところに。すげえ。ちょっとまだおるんじゃない。4匹おる。いっぱい隠れ家や、カニの、ここカニ隠れとる、いっぱい。セロリ、まだやらないから、ね、やってやって。ちょっとおるわ。まだおる。ちょっともう一回行こうか。もう一回やったって。やっていこうわ。ちょ、セロリやばいね、秋山セロリさん。海と繋がってる。取ってまだおるかも、その穴の中には。まだおるんじゃない。あれだけおったらまだおる。すごいことない、これ。取れた。わからん。ちょっと見て。おお。うーわー。何この穴。この穴やばい。ちょっと。これ養殖したんかな、ここで。養殖じゃなくて、隠れ家だよ、冬場。冬場こういうとこいるんだよ。寒いから。俺動きが弱いもん、なんか。ほら。すごいな、これ。寝てるの、冬眠中なの。何か知らんけど、サルガニかイワガニか。イワガニっぽいよな。これカニ道楽とかでもこんなカニ出るの。知らない、俺も。すごいやん、カニ。うわ、まだおるんじゃない。どうやろう、知らん。食べようよ、後で。これ天ぷらにして食べるか。食べれると思うよ、これ。うわ、やべ。でもあれおるね。なんかこの穴すごくない、本当。やばいって。なんでこの穴に。もっと奥グワーってやっとく。奥の方がいいんじゃない。もういっぱいまで。ちょっと待って。よし。あそこにもおった、今。おった。あー、じゃあ入ってた。おい、ちょっと、え、まあ、取っておる。あ、うわ、なにこれ。どうした。うわ、すごい。うわー、なんだこれ。ちょっと置いて。これ誰かここ捨ててきた。自然増殖した、これ。
触れたのに寒いから。やっべえ、なんやこれ。寒いから隠れとんの。かわいいね。すげえ。痛くない？さっき噛まれたらめちゃめちゃ痛かったで。なんかオスとかメスとか何ガニだろうな。ちょこれ全部入れて入れようか。やばいやん。ちょっとマルやばいよ。パセリ石丸パセリレタスじゃんか。いや、あなたやレタス。いや、俺セロリ。秋山俺セロリ。セロリかレタスか。レタス、石丸レタス。レタスちょっとやばくない？やばないこれ。いや、やばい。これはすごい。これ全部同じカニかな。わからん、見てよ。なんだろう、俺も初めて見たかもな。海におるカニっぽいね。すごいと繋がってん。ちょっと出とかして。うわ、もうちょい、まだおるんじゃない。まだおるん。いや、ちょっとまだおるって。でももう結構ここまで入れたよ、これ。じゃ、まだおるって、あの穴は。おるって。ちょっとまだおるかな。もうちょっとやってみようか。奥、奥だ、奥。もっともっともっと。もう片手で行こうわ。おう、これどこまで繋がってんの。海まで行ってんのよ、ここ。うん、あ、でもなんかガサガサある。ある？ なんか感覚はある。ある？うん。これ何かな。何何？これ何？なんか、すっ、うわ。あ、重たい。おも、ちょっと重いっす。ああ、おお、ちょっと待って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 。おお、なにこれ。何匹おるんここ。すごい、やばないこれ。なんかやっぱ冬だから冬眠してるから動きが鈍いな。硬い。動きはあれやね。さっきの噛まれたやつはめちゃめちゃ強かったけど。やばないこれ。やばい。ちょっと持ち上げて。これ全部カニか。なんか漁師さんみたいな。漁師みたいな。カニ、カニ取り名人になってるかな、俺。どんだけおるんか。全部カニやん。すごい。まあ、さっきエビが一匹おったけどね。おー、うん、甲殻類の甲殻類の塊やん。そうかな。これすごい。え、ここは池じゃなくて。池、池でカニがおる。カニがおる。じゃあ、穴なんか入れようか。入れたって。カニやばいわ。うわ、すごいなこれ。100匹、100匹こうやって漁ができるよ。この穴、穴におるんだ絶対。穴には絶対おるんだわ。これ陣地やったらパンパンになっちゃう。バーバーやばいやん、これ。バーバーやばいよ、これ。バーバーやばいって。やばい。んこれ、こうやって漁するんだ。いるじゃ ん。いや、高橋さん。何？ちょっと僕も最近、うん、高橋さんのチャンネル見て、うん、思ったことが、視聴回数が全然伸びてないじゃないですか。うん、しかも僕も出演もしてないし、うん、ちょっと責任感と、うん、ちょっと高橋さんのためを思って今回このカニは僕が買ってきました。マル、すいません。道理でおかしいと思ったんだよ。こんな取れるわけないもんね、カニ。いや、ただいや嬉しいよ、俺はそのマルのそのチャンネルを思う気持ち。あ、じゃあ俺らをドッキリにはめたってことか。そうです。やられたらセロリ。やられた。先に2時間前に来て仕掛けてました、僕は。いや、そういう嘘ならいいよ。その人をはめる嘘じゃない。人を喜ばすために、俺を喜ばすためにやってくれたんだね。そうです。涙できたわ。僕もありがとう。僕も貢献したくて。この三文芝居来た。いいやん、その芝居。役者としてもいけるよ。未来は明るいよ。え、本当ですか。食べようか。食べようか、これ。はい、ありがとう、買ってきたんだね。ごめん、俺が買ってきたんだけど、本当は。いくらすんの。これね、3000円ぐらいだよ。食べよこれ。あ、全部で3000円。俺が買ってきたね。はい、行くぞ。帰ってきました。うわ、ゾッとするな。これ見える。やばない、やばないか、やばくないか。
死んでるかなこれ、はい、ちょっと皆さん真似しないでくださいね。スタントマンなんで私食べますけど、ほらすごいでしょ、ちょ塩臭いなったもん。これね、岩ガニってやつなんだよ。ググったらどうも食べれるらしいから、食べよう。さあさあさあ食べますよ。美味しそうだね。うわあ可愛いな。これね、毒入りのカニもいるんで、あのこれは岩ガニなんで食べれるんですけど、真似しないでくださいね。こういうので日本にこういうカニで猛毒を持ってるカニもいるんですよ。これよく似たようなカニで、なので食べるときは要注意してください。ほい、ちょっと油何がいいかな。ニシン、キャノーラ油、はい、油でやります。もっと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 、結構入念に火を通さないと寄生虫とかいたら危ないんで、もっともっともっとたっぷり使っちゃって豪快に、サタサタサタ、なんか磯の香りがすごいわ。磯の香りが、うわっ、うん、ベルベル、こんなもんでいいや、とりあえず。一気にいっちゃうか。え、バーンとなるから。行けよ、みんな行けよ。ごめんね、食べるからね。熱っ危ないね、麺があったら。ごめんね、食べます。入念に地獄焼きでごめんなさい、完全に入念に火を通します。なんだろう、わ、めちゃくちゃいい匂いする。まあ、めちゃくちゃいい匂いする。何この匂い。うわ、すごい。あー、カニ君脱走しちゃダメ。カニ君脱走。とりあえずこっち入れとこう。めちゃくちゃいい匂いするよ。本当だ。なんだこの匂い。どんぐらいやりゃいいんだろう。入念にやったこと。入念に。そうやな。入念にやれか。どんぐらいやればいいのかな。とりあえず入念にやりたいよね。カリッカリになるまで。あ、なんかいいのする。でしょう。戻った方がいいよ。はい、もうそろそろいいと思うんですよね。じゃあこれをちょっとずつ。うお、決まってる形が。本当やな。匂いめちゃくちゃいいよね。じゃあちょっとって多分入念にやったから大丈夫かな。できました。綺麗に盛り付けられましたね。で、なんかこうやって手が浮いちゃってるんでね、ちょっと一個味見してみます。どんな味がするか。皆さんも真似しないでくださいね。これ毒入りかもしれないんで絶対食べないように。いきます。あ、うまい。エビセンみたいな感じ。うまいうまいうまい。うまい。うまいよ。はい、完成です。どうも。どうも。どうぞ。食べてみよう。食べてみよう。丸されいけるのこれ。うん、丸丸食べよう。それかわいいや、うん。食べてみよう。どんな味？うん。うまい。うまい。エビセンみたい。マジで？うん。ちょっと俺も一個いただこう。エビセみたいな味する。うん。うん。美味しい。うまい。じゃあ俺もいただこう。ちょ待ってよ。じゃあこれいただきます。こっちがいいかな。いただきます。うまいね。
美味しいやん。うん、エビにやっぱ近いんだよね、これね。これカッパエビセン、そうやね、カッパエビセン、ね、高級なやつって感じ。ちょっとめちゃめちゃうまいから、高級なカッパエビセン。おお、これ酒に合うんじゃない。これもう一個で、これどんどん食べて、酒に合うよ、うん、食べて。こういうの、これがいいかな。うん、これ丸皿、うん、パクッと、うまいよ。うん、うまい、うまい、いいね、うん、じゃあ俺これいただこうかな。これお神ダメ、うん、神ダメする。基本的にあんまり食べられてないって理由が分かった。なんで、なんでかっていうと、食べた時にこの今俺口の中に、うん、ちなみに言います、今もなんですが、この爪の先が、うん、今前歯のねぶっ刺さっとる突き刺さった、これが、うん、なるほど、うん、危ないね、ちょっと。はい、今取れた。ちなみにこれです、前歯っていうか足だね、うん、これ今俺のあの前歯の奥にぶっ刺さった、これ、うん、これ足のこの指が、だから潰して食べるとか。ああ、なるほどね。ネット見る限りね、岩ガニはね味噌汁に入れたりして、へえ、食べて。いや、美味しかったよこれ。美味しいでしょ。どんどん食べてもいい、うん、美味しいよ、味美味しいよ。ただ美味しい、美味しい。食べた時にカリカリで、そうそうそう、食べにくいっていうことで、あと身が少ない、うん、だから風味とかね、出汁はすごい出て、うん、美味しいです、岩ガニくん。ということで、またおう、またおうぜ。全部食べよう。さ、ビール飲みながら食べるか。もうあんた飲むか、ビールな、うん、俺飲めない。飲む、飲む。